リアルさんの質問コール。あ、上から味噌菌。残念。ということで、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめの映画トップ3を教えてください。マックス・ザ・ムービー、ストーキング・ヴァンパイア、明日君のいない世界で。たまに同級生に、お前ってやっぱチンコでかい？とか、白人がうんこした後のトイレってなんか緊張するとかいうクソしょうもないいじりされます。あんまり仲良くない奴がしてくるので、はっきり言ってうざいしキモいです。何かいい対処法ないですか？全力でシカトするという手もありますが、こういう奴って結構しつこいので、お前ってやっぱチンコでかいの？うん。もしくは、お前ってやっぱチンコでかいの？なんで俺のチンコにそんなに興味があるの？うんこに関しては、なんで？いや、それ別に。なんで？特に理由とか。なんでか具体的に教えてくれよ。それでもやめなかったら、そいつの一番気にしてることを調べ上げて、大勢の人の前でそれを晒す。怖えよ。相棒について困ってることありますか？存在。おい！おすすめまたは最近聞いてるラッパー教えてください。MC クッキーモンスター。朝マックをよく食べるそうですが、昼マックは食べるんですか？はい、たまにお昼に朝食べたマックを吐き出して、そのまんままた食べます。節約昼マック。今コラボしてみたい YouTuber は誰ですか？ミラクニス。でも相棒、彼女 YouTuber じゃない？ミラクニス！エイリアンとプレデターならどっちが好きですか？どっちも好きだけど、プレデターかな。エイリアン。ベビーシーがディズニーランド行きたいと言い出したら連れて行きますか？はい！ベビーシー待ってるからね。は？最近のコーン好きですか？わ、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 わ。いや、でもたまにアンタッチャブルズ聞き返してます。殴りたい人は誰ですか？カカ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 カロッ。メグインの良くも悪くも印象に残った動画ベスト3。愛を語り明かそう。ダービーどうだった？語り継がれる武勇伝を間近で見てるぜ。それどれも見てないでしょ。うん。柏に住むか、シルクロードと同居。シルクロードと同居。決断早。だって柏クソだし、シルク先輩金持ちだもん。いろんなインフルエンサー、YouTuber がしょっちゅう炎上してくれるおかげで動画のネタが増えていくと思うのですけど、何も起こらず平和になったらどうしますか？人間というものが存在する限り、それはありえないと思うんですけど、もし、そうなってしまったら、考えるのをやめます。おじさんになって一番辛いこと。太りやすい、痩せにくい。サム41の一番好きな曲は？デデデンテーン、デデデンテーン、デデデン。サマーかヘルソング。岸田さんへ一言。岸田って誰だっけ？内閣総理大臣だよ。あー、なるほど。岸田さん、息子さんの写真面白かったです。僕はセイントアンガーが結構好きで、当時 T シャツを着ていたのですが、街で PDR さんにばったり会ってしまったら、バキュンされてしまいますか？銃とかで撃ったりしないよ。後ろから。後ろの本棚にあるアキラ好きですか？大嫌いです。大嫌いだから全巻揃えて、売らずにここに置いてます。あまりにも嫌いなのでフィギュアまで買ってしまいました。もう見るだけで吐き気がしますね。ミソル食べに行ってこい。いやー、それはさすがにちょっときつい。レッツゴー。こんなに肉食べてたら本当にベジタリアンかどうか疑われる。レッツゴー。でもあんま美味しくないって聞いてる。レッツゴー。行ってきます。着いてしまったんですけど、暑すぎてラーメン食う気になれません。PDR さん、ラーメンの到着が楽しみで仕方がないです。来ました。見てください。普通にうまそうですね。いただきます。さあ、前回 PDR さん麺がすすれてないと指摘がありましたが、今回はすすれるかな。麺すすれるか PDR さん。ではいただきます。あ、お、一応ちょっと弱いけどすすれてます。麺、あ、味ん、あ、しょっぱって言ってます。しょっぱって言ってます。もやしを、シャキシャキ、もやしはうまかったような気がします。麺はまたすすれるのか、すすれるのか。
すすれた。十何年ぶりのチャーシューです。十何年ぶりのチャーシュー、味は感想ねえのかよ黙々と食べてますね。もう仕事みたいな感じで食べて、まあ仕事ですねこれは。あ、チャーシュー全部食べました。十年ぶりの、十数年ぶりの、数十年ぶりチャーシューどうですか。あ、後味微妙。ちょっと休憩ですね。そしてライス投入、ラストスパート、頑張れ。もうすごい苦しそうだと思うけど、ベビー氏のために頑張れ。頑張るんだ PDR さん。スープ飲み干した。飲み干す必要なかったのに全部飲んじゃった後悔しております。ミソル食べてきました。どうだった。え、美味しくなかった？まずくはなかった。普通？結構具沢山で、最初の2、3口は3から 3.5 ラテニアンポイントですかね。まあまあ悪くないじゃん。ただ食べていくうちにちょっときつくなりましたね。個人的に結構しょっぱく感じて、最後のライスは頑張って食べました。食べ終わった後水飲みまくってましたね。で、何ラテニアンポイントなの？味と値段を考慮すると、2から 2.5 ラテニアンポイントってところですかね。決してまずくはないんですけど、1200円もあれば確実にもっと美味しいものが食べれます。相棒、次は味噌ま。ん？ん？ん？何か探し物でもしてるのか。 RKO。 ミソル食べてる時に、前にサラリーマンが2人いて、なんかちょっとミソルのポスターを見て笑ってて恥ずかしくなりましたねそんなこと聞いてねえよ。といえば YouTuber を信用するな T シャツ、あっち行き T シャツ、今すずりのキャンペーンで6月11日まで1000円オフで買えますので、興味ある人は下のリンクから飛んでってください。 PDR さんの LINE スタンプもよろしくね。メンバーシップもやってるよ。エンドスクリーンの白クマ、白そうでございます。皆さんはミソルについてどう思いますか。ミソル食べましたか。食べたらどうで食べた人の感想をぜひお願いいたします。個人的には味噌ラーメンはあんまり好きじゃないんですけど、マックのバイトの味噌漬けは好きです。めっちゃうまいです。あ、ベロ出ない感じですね、このフィルターは。はいということで、前回の動画と昨日メインチャンネルでも動画出したんで、ぜひぜひチェックしてください。では。